みなさん、こんにちは。こんにちは。昨日はすっごい嵐でしたね。もう午前中は。で、午後から晴れて、晴れて新宿まで買い物行ったんです。はい。晴れるの待ってね。はい。すごかったね。すごい。丸いからね、もう風とかね、すごかったですけどね。本当に午後から晴れるのかなと。そういうぐらい、予報はそういうふうに言ってるんですけれども、ちょっと無理じゃないかなと思って、午後までみるみるうちに晴れてきてね、で道路も乾いてきて、はい、もう一気に暖かくなって、そんな中一人でね、新宿にお買い物、楽しかったですか？はい。でも帰ってきたらすごいですよね、もう生き生きとしてましたね。はい。楽しかったです。楽しかったですか。はい。でもちょっと限られた時間で、うん、あの行くお店だけという感じだったんであれなんですけども、でも楽しかったです、うん、もう具は言ってはいけません。たまにはね、うん、お買い物 してね、一人で気持ちを切り替えないとね、うん、はい、ね、いや私しょっちゅうないとダメかもしれない。あの午前中雨風の中、午後晴れて、ちょっと歩くとね暑いぐらいになって、で今日は晴天で、あの目の前のね桜も少し咲いてます。あの私が勝手にあの標本木にしている桜があるんですけど、ね、もう5、6輪以上咲いてましたんでね、開花宣言でございます。いつからお天気のこう予報士になったんですか？まあ、勝手に勝手だそうです。勝手に、はい、でやっとですよね。本当、あの2月の4日がまあ立春で、はい、まあ、名ばかりの春、で暖かい日もあったんですけど、すっごい3月に入って冷え込む時もあってね、本当寒の戻りだね、本当に春が来るのかな、うん、みたいな感じで、うん、やっと本格的な春が来ました、はい、嬉しいですね。ジャケット1枚脱いでね、そう、こんな今日もうこのシャツ1枚でも逆に暑いかもしれませんね、はい、多分若い人たちは T シャツ1枚で、はい、ね、あのお家の中の方がちょっとひんやりするぐらいですね、うん、はい、なんか思い出します、1年前去年の桜の時覚えてます、うん、喫茶店で桜を見ながら朝食モーニングをあんバタートースト、そういうのそういうことありましたね。あの成城ってね、あの古い住宅街なんでね、はい、結構桜の名所なんですよ、はい、皆さん遠くに行きますけどね、意外と身近なところにね、本当に桜の名所がいっぱいありましたね、駅前の某老舗和菓子屋さんの2階にカフェがありましてね、はい、アンバタートースト、和風トーストいただきましたね、はい、桜、花見、ちょっとね、こう枝がね、こう、うん、こうなんていうんですか、少ししなり具合が良くてね、特等席があるんですよ。あ、なんか今日そこで白玉あんみつ食べたくなっちゃいました。結構なんか渋い和が、あのなんて甘みどころもあったりなんかしてね、いつか会いたいねなんてして、ね、結構ね成城面白いです。これから菜園行きながらね、一つずつ開拓していきたいなと。今日行きますか、菜園？行きたいですね。はい、菜園が目的なの か食べるのが目的なのか分からないです ね、はい、まあ、ね、そんな感じで本格的な春を迎えた中、うん、本当チューリップも可愛いですね。可愛いですね、はい、あの今日すごいですね、はい、いろんな色を混ぜて中にガーベラ組んだけ、ガーベラも入ってね、はい、素敵ですね。裏にはね、こちら側には見えないところに黄色のチューリップ、あ、オレンジは2種類ですね、うんうん、普通のチューリップだと八重と、はい、だからうちいつもこう一輪っていうかこう3本ぐらいね、うん、3本ぐらいこう質素に行けるんですけど、うん、今回春の訪れとパパ、いいですね、いいですね、はい、ということで、はい、こちら今回は4月初めての、そうですね、ご紹介、最初のご紹介となりますね、アイテムですね、はいはい、何をお待たせいたしました、はい、小銀座市作家の幸子銀さんがね、はい、小銀座市と北欧古布のコラボ、はい、パッチワークポットマット、はい、作ってくださいました。かわいい、今回初の丸です。そう、
丸がね、いいですね。かわいいです。見てりゃなります。後ろおへそがあるんです。あ、おへそだ。ここね、かわいいです。花瓶にもいいですし、あのフラワーベースですね、はい、そうですね、いいですし、あの本当ね、新生活始まりますからね。はい、かわいいです。すべて一点物になりますのでね、はい、渋いグリーンもありますし、うんうん、裏がね、ピッコロだったりとか、はい、無理やだったりとか、はい、これ全部で10点、はい、ですね。大変だったと思います。本当、気の遠くなるね。好きではないとできないですよね。私はこの丸をミシンでやるという。大変ですよね、これも。大変だと思います。でもね、はい、一生懸命作ってくださいました。はい、ありがとうございます。ということでね、あの、全てハンドメイドで、10点しかございませんのでね、はい、早めにポチッとしていただけたら嬉しいなと思います。はい。はい、それではこの後は、はい、マリメッコと北欧のお届けいたします、はい。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。